ここんばんんんばばははよろししくお願いいますいやー堀江さ相変わらず精力的に動き回ってますけどすごいですねなんかちょっと眠いですね <laughs> もうずっと眠いですあのこれ皆さんね堀江さんってどういうイメージがあるか分からないんですけど僕の中ではねものすごーく頭のいい人っていうイメージがあるんですけどね堀江さんねいやいや茂木さんにそんなこと言われると恥ずかしいですねあれそ <laughs> そんなそんなな、はい、あの 出所後はいなんかどう変わったかみたいなことを世間は知りたいとどうも思ってるらしいんですけどいやーもうなんかそのどっか入ってたってのは頭の中から完全に消えていて消えました消えましたねお<ー>2か月ちょっとだったんですけどす、ね、出てきてからの時間の流れちょっとかかななり濃密だったじゃないですかそうですね見ててもなんか今でも濃密ですよ <laughs> もののすごいスケジュールを詰めるのが大好きで 僕は堀江さんにね最初に読み方だったのってちょうど堀江さんが渦中っていうかもういろいろ世間から言われた時に僕やっぱり会った時にやっぱり思った人の当意の人だったなと思ったんだけどなんかほら世間ではさ欲深いとか腹黒いっていうイメージあったと思うんですよ一部全然そういうことないよね腹黒くはないと思いますよ <laughs> だよねはい欲深いとは思いますけどね <laughs> 僕あの堀江さんが最初に会った時かな 起業の時につけてたノートみたいのをどっかで見たことがあって。ああ、そんなのご覧になりましたか。見ました。で、はい、あの、すごくなんかほら、何にいくらかかるみたいな。ああー、はいはい、はい。パソコン、いくらとかあったじゃないですか、はい、書いてるあれ、本に書いてあったのかな、なんか。ああいうの見ると、実はものすごく堀江さんって、努力の人っていうイメージがすごくあって。あんまりそういうふうに見せないですよねそうですかね。うん。<laughs> まあ、常に時間をこう、有効に使ってるというか。うん そういうところはあると思いますけど、ね、うん、今はスマートフォンにそれが向かってるというか、ほとんどスマートフォンで仕事してますからね、今そうですよね、なんか堀江さんと LINE でやり取りしてると、はい、返しのキレってのがすごいですね。と僕は感じるんですけど、<ー>堀江さんにとっては当たり前かもしれないんだけど、うん、なんか技術的なことについてちょっと投げると、返ってくるクオリティが。うんうんうん すごいといとうか高速球がとかってくる、うんまあ、常にそれは考えてるというかおうあれも別にその初めて言ってる話ではなくて分かります,分かりますその世の中がこういうふうになっていくだろうなっていうのをいろんな情報を得ることによって、まあ、スマートフォンから今多いですけどねなのであの今スマートフォンに最適化するような世の中を作りたいなと思ってるんですね。い例えばあのごめんなさいあの 出てきてから、うん、雑誌ほとんど読めなくなっちゃって。あ、そうですか新聞とか雑誌を読む時間がないっていうとい持ち歩けないから。うん、一応あの、私今、仮釈放中なので、定住しなきゃいけないんですけど。お疲れ様です。まあただ旅行とかは、ちゃんとあの、事前に申請をすれば、どこにでも行けるんでいいん。意外と外国行ってますよね、うん。はい。外国も結構行ってて、またいろんなところに行って、ノマドの練習をしてるんですけど、まあなかなかうまく行きそうなので、うんうん、あとは何かなと思って、新聞、 とか雑誌とかなんかスマホでちゃんと読めないから読めないしちょっと長いなと思っていてあちょっとそこら辺がか鍵になるところに来ましたよね,そねだそこら辺でなんか今考えてらっしゃるんですよねそうですあの雑誌とかでも,もう簡単に言うと、うん、雑誌のこのコラムとこのコラムは読みたいんだけど、うん、あとはいらないやっていうのがいくつかあるんですね、うんうんうん それはいろんな雑誌に分散してるんで、うん、だったら、もうこの著者の人たちに何か書いてもらえばいいのかっていうことを考えたりしてます、ね、なんか大江さん、ビジネスモデルの核になるようなことを、こういうラジオで喋っちゃってあいいんですよ、全然いいんですよ、<laughs> 同じようなサイトとか、同じようなサービスがどんどん出てきて、切磋琢磨する方が、僕は絶対よくなると思うし、<ー>むしろアイデアを言ってると、誰かが、じゃあ、こうした方がいいんじゃないのっていうアイデアが意外と良かったりとかするんで。 むしろ公開をして自分のアイディアを出して相手がそれに対してじゃあ堀江が出したんだったら俺も出そうみたいな話になってこう協力していってそれはまあ LINE のグループトークとかでボン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 って出てくるそうすると意外といいものがすごい短期間で形になる私はそれで儲けるのが目的ではないので私が情報の集め方をできるのが 目的なんんでですすよねねいいや素素晴らしい素敵です、ね、あの <laughs> 堀江さんだからね、早いよね、感覚が。感覚っていうのもなんかロジックを詰めた結果、そうなってる気がする、僕。うん、まあそうですよね。だよね。はい、だそれが、なんか世間に、分かってる人は分かってるんだけど、分かってない人は、なんか堀江さんっていうのは、強欲だってイメージ持ってたけね、うん。ちょうどね、今ね、ちょうど2年間ぐらい僕いなかったんで、うんうん、今、いい感じにシンクロしてますね、世の中と。うんうん、ちょうどだからそうだ、2年前に堀江さん、すでに2年後生きてたのかもしれない。 と思う今考えてることって、うん、その2年前にも既に考えてたことなので、うん、それだけちょうどブランクがあると半歩先ぐらいをいく感じでちょうどシンクロしてていいんですよ。いやいや。堀江さんやっぱり賢いわ。いや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 。いいね。素晴らしい。堀江さんね。ラジオネームイサムさんからのご質問が届いていて既にご紹介したんですけども要するに就職活動中だけどなかなか内定が出ないってい。でそんな中で夢が何なのか分かんなくなってきてしまったっていう。どうしたら 夢ってモテるかっててるかいうご質問なんですがそもそも夢が持てないってことは多分ないと思っていて<う>夢はあるんですよ。夢はあるんだけど、うん、絶対実現できないと思ってるあ大抵の人はうん、ことを認めたくないから、うん、俺には夢がないんだって言っちゃうんですよね多分。でもよくよく聞いてみると「うん、じゃあお前あれだよ」って例えば男子にね「うん、じゃあお前堀北真希ちゃんとかと結婚したくないの?」とか「<laughs> 付き合ってみたくないのって?」 って言ったら、まあ大抵は付き合ってみたいって言いますよね。<laughs> 面白いね。例えばいや全然でもそういうこと,なんだと例えばそういうことね。例えばそういうことだと思うんですよ。うん、絶対実現できないと思ってるわけみんな。うんうん、だけどそれはまあ男子の夢としては壮大な夢じゃないですか。割と割とね割とね。それ以外にも多分あると思うんですよ。うんうん、あの憧れの。うん まあ例えば日本代表のサッカー選手になってみたいとか、うん、多分そんな10や20じゃ効かないぐらいの夢をみんな持ってると思うんですよ、うん。だけどそのどれも高望みすぎて絶対実現できないと思ってるからなんか背伸びをしない等身大の夢みたいなものを。 探さなななきゃいけないけのかともうだから就活してるけど内定が出ない中で夢が分からなくなってきたってだからどっちかっていうとあれだよね現実から始まっちゃってる気がしそうだから社会人になるってことは現実を認めることだ、うん、大人になるってことは凡庸になること大抵の人は思ってるとというふうにしなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってるあ社会全体がそういうふうに思わせてるところがあるんですよね、うんうん、なので まあ就職活動も一種のそういうプロセスじゃないですか。凡庸になるためのプロセスだと僕は思うんですよ。申し訳ないけど、就活のその相手の就職活動の担当者、大して考えてないです、う。そうですよね。いやいや、そうですよねっちか。ってた採用の担当者の方だったから、歴史を見る方だったんで、まあ、割と適当ですよね。だったんですか割と適当ですよね。フィーリングとかね。僕、前にも伺いましたけど、ライブターは、いわゆる 新卒一括採用ではなかったででですよ、ね、そうですすねそう随時採用や僕だからあの日本の新卒一括採用ってねちょっと今経済グローバル化する中でなかなか難しいなって思うんですよ持続するのが。だから僕はやっぱり堀江さんって就職とはどうあるべきかってことについても実はすごく合理的で。うんあの 世界標準なことを考えてたと思うし今でも考えてると思うしそれがなんか日本の世間にもっと伝わりたいな伝えてほしい,な,いまなんかちょっと、うん、そういうシステムの的な話で言うと、うん、まあどうしてもやっぱり早すぎるというか、うん、おそらくだってそれをずっと一貫して1996年からやってきたわけですからか偉いねでもやっぱり堀江さんの言うことってこの勇さんの相談に関して言うと、はい、おそらくね そういうこと言えるのは堀江さんが特別な才能があるからだよって思ってるとこあると思う日本の世界はそうなのかもしれないそうなのかもしれないってそうなのかもしれないってそういうふうに思われてるかもしれないあ思われてるかもしれないかもしれないでも本当にそうなのかっていうのは考えた方がいいかなと思ってどう思いますその点についてはっていうか堀江さんもそういうふうによく言われるでしょ特別だって特別だあなたは特別だからそういうことが言えるんだでもそれってね結構じゃあまあ分かんない勉強は確かにできました そうじゃなくて、そういう以外の分野で、例えばミュージカルに出てみるとか、多くの人たち、えー、堀江がミュージカルってお前さって思うでしょ。うん、まあそこでズルズルしくも、そういうやるかだやらないかですよ。うんでできると思ってやるかどうか だって僕にミュージカルの才能があるとはみんな思ってないと思いますよ。これ多分ねリスナーの方々も共通認識だと思うんだけど、まあ、絶対リスナーの方々はそう思ってると思う。<laughs> だけどあのミュージカルを見て割と良かったんですよ評判が。いやいや面白かったですよ。ってかよ,たよかったすごく。割と良かったってことは、まあ、まあできるわけですよ。うん、だからミュージカルをやってみるっていう夢が実現できるわけですよ。 今って、むしろ実現できることって多いと思うんですよね。で、信じ続けること、言い続けること。うん、で、多分叶うことってあると思うんです。いや、いいね、いいね。言い続けることによって、それが誰かの目に留まって、誰かに会いたいとかっていう夢は、割と僕は簡単に叶うと思って,て、サムさん、どう？だから堀江さんに会いに来たら、三三 <laughs> さん、そう、ちょっと興味なんだけど。 脳科学でいうとねその根拠ない自信が大事だってよく言うんだけどそれってでも母親との関係が意外と大事だって言われてるんですよ学問的には<う>母親が安全基地って言ってあの子供の活動を後ろから見守ってくれるような母親だと子供は根拠ない自信持てるっていうのが学説のまああるんですけど堀江さんのお母さんってそういう感じだったんですか見守ってくれるタイプまあ相当口出されてましたねホンえ教育ママ、うん 教育ママではないですけど宿題とかやんないともうボロッカかすまあなんか戦ってる感じですね。<laughs> 僕はそうですか。はい中学校に入って成績落ちたとは、うん、原因はパソコンにすごいはまったんですよね。それはそれでいいよね。いやそれはそれでいいよって今考えたら。おもまあ、今考えたらうん、うん、もちろん僕はだからやっぱり先を見越してうん、うん、もう。 親からしてみればただゲームをやってるだけで成績悪くなってるダメな息子っていう感じなわけじゃないですかだから相当干渉されましたよへえ<ー>だってある日突然パソコンがなくなってて「<laughs> どこに行った?」って言ったら「いやゴミ捨て場に捨ててきた」とかって言うから「<laughs> へえ」みたいになってデータ全部なくなっちゃったのいやいやあの頃はカセットテープなんでああそうかそうかそうかそういう世界じゃないんですよね いや本当に夜中に捨てられてて朝なんか必死に探し回ってたら近所のゴミ捨て場に朝露をこうかぶった MSX パソコンが打ち捨てられてて <laughs> 一応動い持って帰ったら動いたんで意外と激しいかか親ですねえめちゃくちゃ激しいですねもうそういうことが何回もあったななんか勝手にアルバイトとか決めてきたりするんですよ<え>年賀状配達のバイト決めてきたから <laughs> 今日学校終わったら<ー>ここの郵便局行きなさいとか言われて行ったら担当者いなかったんで <laughs> もうそのまま帰ってきたらめちゃくちゃ怒られてお前俺の顔を潰すのかうわーみたいな感じでお,お母さんですよねああお前を殺して俺も死ぬみたいな感じ、ね、お母さんですよねはい、えー、激しいお母さんですねああかなり激しいですね今かなり丸くなりましたけどそれでもね結構電話とかで話したりしてるとまあ素直じゃないですよあんまり<ー>あれ素直に言えないの あ車を買いたいからお金を出してほしいっていう趣旨で電話をかけてきてるんだけど <laughs> 言えないわけとこと言も言えずになんか切れて終わるみたいなねえねえ <laughs> 僕今ハッと思ったけど <laughs>、はい、ビートたけしさんのお母さんに似てるあそうですか すごい似てる。これ、たけしさんのお母さんと、堀江さんのお母さんの共通点って何なのかっていうか、意外とこれちょっと大きなテーマをいただいたような気がしますね。そうですか、そうですか。ぜひ、あの、ちょっと、え、サムさん、諦めないこと、<laughs> 言い続けること。言い続けて諦めないと絶対会えるから。みんなが何とかしてくれるんですよ、多分。分